こんばんは、Jちゃん山口です。 YAB30 周年特別企画サンクスキャラバンでゴー。今週は柳市ウィークということで、私は今柳市の白壁の街並みにお邪魔しております。柳市の白壁の街並みとっても雰囲気いいですよね。30周年の特別企画ということで、今週の J ちゃん山口、そして土曜日のドキ生ライブでは柳市の話題を中心にお伝えしていきたいと思います。そして私今日こちら、はい、柳市を着させていただきました。こちらですね、伝統の織物でして、縦縞模様が特徴です。すべて手織りということなんですね。柳島といえば藍色のイメージ強いかもしれませんが、こういったね、現在は明るい色も作って若い世代の皆さんに親しんでもらおうと、地域の皆さんが頑張っているそうなんです。今日はですね、柳市観光協会会長の久坂さんとともにお伝えしていきます。久坂さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。いや、それにしてもこの白壁の街並み、はい、ね、春風にこう金魚提灯が、ね、ゆらゆら入れてとっても気持ちよさそうで、また風情があっていいですよね。はい、本当にいい季節になりましたね。そうですね。はい、木坂さん、改めてですけれども、はい、この白壁の街並みどんなところですか？はいはい、そうですね、江戸時代に岩国藩のお南道としてですね、とても栄えまして、当時はこの通りを来八車がですね、荷物を積んでこう引き出しに往来したということで、瀬戸内屈指の商都として栄えましたね。はい、そしてこちらにはお雛様がありますね。はい、3月3日の桃の節句はもう過ぎたと思うんですけど、はい、まだ飾られているんですか？はい、そうですね、こちら今商都屋内お雛様巡りを絶賛開催中でございまして、はい、今月29日まで開催しています。この通りの21軒のお宅にですね、さまざまなお雛様が飾ってありますので、ぜひとまた楽しんでいただきたいですね。はい、なんかね、この着物姿と一緒に、ね、はい、楽しむのもいいかもしれませんね。はい、そうですね。はい、そして木坂さん、はい、昨日こちらで何やらイベントがあったということなんですが、はい、そうですね、昨日の柳井白壁花紅葉という和のテイストがぎっしり詰まったイベント、お祭りがありました。はい、花紅葉という名前だけでも、はい、とってもおしゃれで雰囲気があるんですけれども、はい、どういったイベントなんですか？はい、花と香りを楽しみましょうというのをコンセプトにしたお祭りですね。はい、女性の方々の目線を中心にした、本当に和のテイストぎっしりのイベントとなってなりましたね。どういった、はい、ことが楽しめるんですか？はい、例えばお香遊びであったりとか、当選経、十三参り、柳井かるた遊びといったですね、本当に和やかな雰囲気を醸し出す、いろんなイベントが行事がありましたね。はい、着物姿の方もたくさん、ね、いらっしゃるんですけれどもね、はい、皆さん本当に楽しそうですよね。そうですね。はい、そして木坂さん、はい、こちらに用意していただいたのは、はい、これ先ほど申し上げました当選経という、はい、雅の遊びとなります。はい、なんかとっても上品ですね。そうですね。どういった遊びなんですか？はい、この箱の上に置いてあります的をめがけてですね、今お持ちの扇を投げていただいて、その扇の当たり方であったりとか、その的の落ち方で得点を競うという、はい、ゲームとなりますね。はい、でしたら私も今日ちょっと高得点を狙って、はい、ぜひ挑戦したいと思います。そうですね。はい、ちょっといい得点出せるようにいきます。これなんか、はい、コツあるんでしょうか？コツですか？もう本当に無心で投げてください。はい、わ、はい、かりました。何も考えません。はい、いきます。はい、あ、でもですね、お、見てください。すいません、はい、得点表があるんですけども、はい、扇が台によりかかると、はい、的は落ちないというですね、はい、ということで、これはこれで珍しい得点でございまして、はい、はい、春霞、2点でございます。2点ですか。そうなんです。これ高得点取るためにはどうしたらいいんですか？はい、高得点はですね、最高得点15点っていうのがあるんですけれど、はい、それはですね、はい、投げた扇が、当然下に持ちますが、落とされたその的がですね、ちょっとこう立った、こういう感じの、結果であれば15点というですね。そんな高度な技があるわけなんですね。ですね。はい、ちょっと私はね、残念ながら得点狙いませんでしたけれども、このね、はい、この雰囲気の中、着物を着てとっても上品な遊びを楽しめることができました。はいはい、木坂さん、今日はどうもありがとうございました。この後はスタジオから今日のニュースをお伝えして、また再び柳井市からスペシャルゲストをお呼びしてお伝えしていきます。
こんばんは、ジェイちゃん山口です。 YAB 開局30周年特別企画、サンクスキャラバンで GO! 今週は柳井市ウィークということで、柳井市の魅力たっぷりお伝えしていきます。私が今お邪魔しているのは、こちら柳井市にあります甘露醤油資料館です。早速中に入ると甘い芳醇な香りがね漂ってきましたよ。そしてねこのね、醤油蔵とっても立派な作りしていますよね。ここは創業が天保元年ということで、およそ200年前から柳井市の特産甘露醤油を作っているということなんですね。奥に入ると立派なこの醤油樽があるんですけれども、現在こちらで醤油作っているそうなんです。そして今日はですね、こちらで作られているお醤油少し用意しました。ご紹介します。まずですね、卵かけご飯に合う醤油、そしてこちらはピリ辛醤油ということで、外国の、ね、観光客の皆さんにも人気なんだそうです。そしてこちらはなんといっても柳井市の特産甘露醤油なんですが、これお持ちいただいているのはなんと登場いただきました柳井市長の井原健太郎さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。清水さん、今日はようこそ柳井市にお越しいただいてありがとうございます、はい、私も今日は柳井島を来てきましたとっても立派ですよ、はい、ありがとうございます、はい。この甘露醤油なんですが、とっても お魚に、特に刺身によく合うということでございます。はい、ちょっと実際にこちら出していただいてもいいですか。はい、とってもとろとろした食感ですね。よし、はい、お刺身に合うということなんですが、おっとこちらは、はい、今日は特別にお魚をご用意させていただきました。すごい。こちらはタイですか。そうですね、大畑瀬戸で取れました、タイを今日はお持ちしました。まさにね、はい、めでたいですね。そうですね、YB さんが開局30周年ということで、心からお喜び申し上げます。まさにおめでたいのタイでございます。ご賞味ください。ありがとうございます。早速ね、いただきたいんですけどね。うわー、これすごく白く透き通ってますよ。醤油にたっぷりつけて、いただきます。いいな、いいな、羨ましい。おいしい。何ですか、ね、このコリコリとした食感。もう生きがいいのが分かります ね。そしてね、このね、ほのかなこう旨味をね、甘露醤油がぐっとこう引き立ててくれています ね。ありがとうございます。そして柳井市はこういった海の幸だけではないんですよね。その前にということで、ちょっとこれをご紹介させていただきたいんですが、柳井シーフードストリート、こちらのタイなんですが、柳井市の大畑エリアには、たくさんのお魚、海産物を、楽しめる飲食店が海岸沿いに立ち並んでいまして、今日はそちらからお持ちをしました。でこれは、まあ、海産物ですが、海産物だけではなくて、農産物ということで申し上げますと、ちょうど来月になります、今年の4月に、まあ、10周年を迎えるんですけども、柳井市の都市農村交流施設ふれあいどころ437、こちらには地元の新鮮な、お野菜、農産物はじめ、さらに金魚米など、柳井市の特産品も、販売をさせていただいております。加えてそこで作られるランチ、農家レストランで作られるランチが大変好評をいただいているんです。とっても素敵なランチですね。はい、それもちょっと気になるんですけど、VTR でご紹介しましたこちら金魚米ご用意しました、はい、ほのかなピンク色がすごく素敵ですね。はい、こちらもぜひいただきたいと思います。わー、すごい、いただきます。本当だね。どうでしょう。このね、古代米のプチプチとした食感が、いいです ね。これさっきのタイと食べたら絶対美味しいです ね。はい、はい、私もそう思います。ありがとうございます。食の魅力、柳井市の魅力たくさんご紹介していただいたんですが、ここからは街づくりについて少しお伺いしたいと思います。はい、今後柳井市で力を入れて取り組んで いきたいことはどんなことでしょうか。はい、なんといっても近年は企業誘致ということでとても力を入れていまして、
ありがたいことに株式会社徳山さんはじめたくさんの今企業さんに進出をしていただいています。この上に子育てを応援したりまた定住促進を進めたりこれはもう全国トップクラスの取り組みをこれからも継続していきたいというふうに思っています。その延長線上にはいよいよ来年春になりますが柳井商業高等学校の跡地に複合的な機能を持つ図書館も開館を予定しているんです。そこでにぎわいが創出されることで雇用の促進だったり定住の促進につながるといいですよね。そうですね、はい。でここでですね原さん柳井市の市民の方々に柳井市の魅力をたくさん聞いてきたんですね、はいはい、たくさん柳井ねが出てきますので、はいはい、ぜひ VTR ご覧ください。はい、人情があって住みやすいですよね。私おトイレの掃除に来てるんですけどおトイレの掃除にねそれでももうペーパーがなかったらみんなが私じゃない人でも入れたりとか、はい、柳井ね出た。交通便超悪いです。電車は1時間に1分あるんですけどバスがないからねそれは言えてるけどあとはまあ別段住むのにはいいところです。公園がいっぱいあって遊ぶところもいっぱいあります。柳井金魚提灯とかがあって結構綺麗ですね。柳井いいね。柳井のことが好きな人はい。なんで柳井が好きなの？なんかウェルネスパークとかいっぱい公園があってたんです。小学生とかが絶対横断歩道渡った時にお辞儀するのは柳井の子らかも。食べ物がいろいろ美味しいところです。はいとかね。こういう大きい公園もあったりなんか小さい公園も結構ポツポツあるんで子育てまあ しやすいですね。季節を感じながら結構散歩とかができるところが私は好きです。屋内のいいところですか？そり滑るとこがあるんですけどそこから結構ね景色が綺麗。そう景色も見えるし星がすごい綺麗で屋内いいね。天候にも恵まれてるしまあ年寄りにはいいとこじゃないのかなと思う。屋内いいね。いいところはみんなが仲良くて地域交流がいっぱいあるところです。いいねいいねやばいね。たくさんやないいね出てきましたけれども VTR ご覧になっていかがですか？そうですね、こんなにもたくさんやないいね、いただくと、嬉しくなっちゃいますね。はい、あとインタビューの中に晴れの日が多いとありましたけれども。はい、そうなんです。こちらには、はい、柳井市、観光マスコットキャラクターの晴れ丸くんに来てもらっています。あ、晴れ丸くんありがとう。かわいいですね。柳井市は特に、日照時間が長いということと非常に温暖な、気候であるということで、これはお日様の卵から生まれた王子様ということなんですが、気候もあったかいですけども、先ほどの VTR のように、市民の皆さんのお気持ちまた人情も本当に温かいということも含めてこれは象徴してくれているのが晴れ丸くんです。はい、そして VTR の中にもありましたが、はい、やないいねですか、あれは今後普及させていくんですか？はい、ぜひやっていきたいと思います。うん、はい、ということでよろしいですか？はい、はい、では参ります。せーの、いいねいいねやないいね。中継でお伝えしました。この後も柳井市からお伝えします。再び清水さんに柳井市から伝えてもらいます。清水さん。お、はい、柳井市の甘露醤油資料館から再び中継でお伝えします。こちらにはですね来月行われます柳井天神春祭りの実行委員会の皆さんにお集まりいただきました。どんなお祭りなのか実行委員長の川村さんにお伺いしたいと思います。どのお祭りですか？はい、柳井天神春祭りは明治6年から続く柳井市の伝統的なお祭りです。お祭りの最大の見どころは江戸時代の参勤交代に扮した一行が市内を練り歩く大名行列で、白壁の街並みがまるで江戸時代を再現したかのような雰囲気に包まれます。はい、柳井天神春祭りは4月23日日曜日に本祭り、22日土曜日に前夜祭が開催されます。ぜひ遊びに来てください。ますます柳井市が盛り上がりそうなイベントですね。はい、ぜひ皆さんお越しください。
それでは最後に皆さんあれで締めましょうか、はい、それでは皆さんお待ちわりください。準備はいいですか？大丈夫かな？いきますよ、せーの、いいね、いいね、やないいね。